1日で作ったの？そう、1日でっていうかあっという間なんですけどね、あのグルーガンっていうロウで固めてやってみたんです。だから生産まず見ていたのが素晴らしい。だからこういうのをね、あの書いて、あの皆さん持ってって活用してくださいっていうような感じで、ありがとうございます。わざわざお越しいただきまして本当にありがとうございます。はい、私今日お使いさせていただきます和井幸子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。平和を望む会の木村智恵からご挨拶させていただきます。あの大勢の方がいらしてくださってありがとうございます。今日はあの平和を望む会という会を立ち上げて初めて の皆さんにお会いするということなんですけども、あの望む会、平和を望む会という命名がね、あのコロッと出たんですよね。それしばらくしたらなんていい名前をつけたんだろうと思っております。っていうのは望むっていうその一つの原点っていうか、それをあの一応今日に向けていろいろ作業をしてきて、あの非常にフィットしてるんですよね。あの望む会、それはあの平和への原点であるということは再認識しました。あの今日あのご覧いただきいますのは、沼田鈴子さんという被爆なさった方をモデルにした青襟に旅してという映画です。沼田鈴子さんは22歳で被爆なさって、59歳で語り部として活躍なさることになったんですね。ただ私が思うことはその22歳から59歳までの間の37年間に思いを馳せるわけです。その間には非常に絶望感とか、あの苦しみとか、あの悲嘆の思いが終わりだったでしょうし、あと社会の偏見とか、あのそういったものとも戦っていらしたんじゃないかなということで、あのそこを非常にあの感じるわけです。で沼田鈴子さんという方は亡くなられたんですけども、あの語り部となって語り部をすることは平和への種まきっていうことですよねっていうことをおっしゃってます。で私はあの一粒一粒平和のため、種まきを広くやりますので、あなたたちは水を多くやってください、たくさんやってくださいっていうような言葉がありました。そして平和ということは一番人間の幸せっていうのは一番の平和であるということもおっしゃってました。で私はその平和ということを漠然と思っておりましたけれども、平和って一体どういうことだろうということを思いました。で、あの一番最後にご披露するんですけど、あの手話であの非常にちょっと未熟なんですけれども、あのやらせていただくんですけども、その歌詞にですね、その歌詞はあのこのミューズの里 の, あの中村 さ, あの里美さんがあの作られたんですけども、平和をここからというここから伝えようというあの言葉があるんですね。それがあの非常に胸に響きまして、本当にそうだよな、あの遠くから来て遠くにあるものじゃなくて、自分自身が自立して自分らしく生きること、そしてお隣の人、近所の人、町の人たちが自分らしく生きること、あの何ら希望を奪われず、何らそのいろいろな拘束をされず、それで自分らしく、それで思いやりを持って生きること、それが平和の一歩だなと思っております。ですから私たちのこの活動もそう派手にはできませんけれども、地道にこの素晴らしい映画と、また他にもあると思うんですけれども、皆さんにお伝えしながら平和の種まきをしていきたいなというふうに思っております。よろしく失礼いたします。